こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオは額に色を塗ってみた同系色の組み合わせ、額にこれから絵を入れていくんですけど、額装のビデオというよりは色の組み合わせということをもっと重視した内容となっております。なので額装に興味がないという方もぜひ色合わせのビデオとしてご覧になってください。では早速額に入れていきましょう。今日額装するのはこのネズミを捕まえた猫の絵です。でマットフレームの色なんですけど、裏表あって薄い紫の方ですね。これも綺麗ですね。で今度は反対側の紫ですね、濃い方なんですけど、これも綺麗ですね。また違うイメージになります。でなんか黒も合いそうだなと思って黒をちょっと合わせてみたんですけど、これもすごい合ってますね。そんで濃い色の方がなんかミステリアスな感じでかっこいいので、この濃い色を選ぼうと思うんですが、でフレームを当ててみてもう黒とこれ完璧ですね。なんですけどちょっと普通すぎるので紫でちょっと試してみたいと思います。ああこれもいいじゃないですか。多分これだな。でももう一個の色ちょっと当ててみましょうか。ああ違いますね。額がちょっと薄色だったら良かったかもしれないですけど、でこのマットだったら額も紫系にしたいですね。これも合ってますけどね。黒はかっこいいですね。これも何もしなくてこれでもいいって感じ。紫の方が面白みがあるのでこれにします。マットフレームを切る方法を知りたい方はマットフレームの作り方というビデオを以前作ったので、そちらの方概要欄に載せておきますのでぜひチェックしてみてください。でマットが出来上がったんですけど、マットできたやつに当てるとやっぱいいですね。でマットフレームこういう感じで作るときってよく紙の絵でやると思うんですけど、キャンバスでもいいと思います。でキャンバスをストレッチャーバーから剥がして平らな状態にしてマットフレームに貼っていきます。さっさと剥がします。ジェストがねぴったりくっついてビリビリって音がしますね。で平らな状態になりました。でこの色もあすごいいいですね。あ額もすごいいいです。でもね額は色を塗ります。で色を塗る前に毛糸の定着を良くするために額の表面をザラザラにします。でサンドペーパーをかけてるんですが、なかなか時間のかかる面倒くさい作業です。でねこうやって猫にいられると余計時間がかかりますが、まあいいとしましょう。まあこのぐらいザラザラになればペイントも定着すると思います。この額の色でも合ってるんですけど、そしてしかもネズミと同系色です。でもね紫系の色に塗っていきたいと思います。墨毛色ですね。真紫になりました。これねすごい合ってますが、なんかねこれだけじゃつまらないので違う色を足していきます。これになるとねつまんないな。もっと違う色を足していきます。でねあの紫、ブルー、それで黒とかもねいろんな色で塗っていくんですが、さあどうでしょう。なかなか合っていますが、黒足して最後は透明のでコートをかけて仕上げです。まずガラスを入れて、その後に絵を入れて、これね、ハンティングっていうタイトルです。で、一応ですね、紐の結び方をちょっと説明したいと思うんですけど、両方こうやって通して、こ
ちもですね。で、ここをね、片っぽずつこういうふうに縛るんですが、こんな感じですね。で、反対側も同じようにこうやって結びます。で、これ長さはちょっとここで調節しながら、ここはだいたいね、このぐらいになるぐらいの長さにして、で、そこ、ここをね、結びます。しっかり結んで出来上がりですね。はい、表はこんな感じで仕上がりました。せっかく自分で縫うのね、やっぱり個性的に仕上げたいですよね。はい、こんな感じで出来上がったんですけど、この絵とマットフレームと額、この3つの1つを変えるだけでもガラッと違うイメージになります。今回ちょっと濃い色でこの額を塗ったんですけど、これがもし白っぽい色に淡い紫とかブルーとかを入れても、なんか違う感じの綺麗なものになったかもしれないし、このマットフレーム薄い色のあったじゃないですか、あれを使って違う感じにできたかもしれないし、黒もかっこよかったですよね。この絵自体のイメージも違う演出ができたりして、額装っていうのはすごい面白いと思います。前回のマットフレームの作り方というビデオでお見せしたピンク系と紫系のマットフレームなんですけど、紫系の方は額に色を足してこんな感じになりました。ここの部分ですね、これは大きな花というタイトルです。ピンクの方なんですけど、絵をちょっと際立たせるために絵の色と違う感じのピンクの方を選んだんですが、額の方も色を塗りまして、こんな感じに仕上がりました。こんな感じですね。で、これは TP というタイトルの作品です。昔あるギャラリーの方が、多くの作家が絵に合わない額装をしてくるから額は別に入れなくていいって言われたことがあるんですね。確かに私も額を選ぶのが下手くそな作家の一人かもしれません。なんかね、額を選ぶってなるとなんかうまくいかないんですよね。なので解決策として額を選ぶんじゃなくて、もう額も作品の一部って感じに思って自分で色塗っちゃったりとか、そういうことを今はすることが多くなっています。まあ普通に額装を選んで入れる場合もあるんですけど、その時も作品の一部という感じに考えているので、昔よりは多少上手になったんじゃないかなと思っています。それでさっき出てきたフレームに色を塗ってるところなんですけど、あれは技術的にはあんまり役に立たないと思うのでその辺はちょっと無視してください。なぜなら私は技術的なことってあんまり興味がなくて、それよりも個性とかパッションとかでバーッて作品を、そういう作風なんですよね。色を技術的に綺麗に塗りたいという方は本当私はそういうの素敵だと思うんですけど、まあいろんな人がいて私はちょっと違うという話でした。というわけで、額に色を塗ってみた同系色の合わせ方でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお目にかかりましょう。さようなら。このビデオが面白かった、参考になったという方は、ぜひ高評価やチャンネル登録の方をいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。